王の話をするとしよう。どうも、こんばんは、エヌブです。今回は東京ぐるりインボーク、今は12時46分なんですけども、日付が変わりまして、ガシャの方に歌の誕生日記念、歌の誕生日記念のガシャが来ています。ちょっと今音聞こえないんですけど、スキル見ていきましょう。うお、すげえ、なんかダークチック。いや、音聞こえないんだけどさ、脱いだ。あ笑ったね。これ何？いい、すごくいいよって言ってんの、これ。どうなんですかね、音を聞いている皆様。言ってるんですかね。ということで、10回ほど弾いていきたいと思います。記念にね。スペシャルいっぱいあるな。なるほど、アリマとインボケフェス。なるほど、ちょっと詳細は、チーム全員の HP120% アップ、で防御 150% アップ、敵単体1ターン、アタック60、ブレイク62ターン、麻痺混乱流血。え、やば、強っ。確定なのかな、確定なのかな、強くね、これ。まあいいや、よし、やっていくか。じゃあ、10回連続を弾きたいと思います。最近さ、10連でさ、SSR のエフェクト見てねえからさ、そろそろ見たいぜ、俺は。なあ、頼むぜ。え？いや、これが出たときは、これが出たときは、SSR が出る、ジンクスがあるから。いや、俺の動画では。インボーク、え、だ、出たっしょ、お前。何のやつだったか忘れたんすけど。大丈夫。何、通信エラーかなんか出てタイトル戻されたときは出ますね。はい、行きましょう。これで出なかったらもうあれですわ。あ、これ SSR でしょ、これ SSR でしょ、さすがに。え、嘘、違うの。なんかもう iPhone X に変えてからエフェクトわかんねえんだって。妙になんか鮮やかになった感じがしてさ、マジクソクソないおじさんなんだけど。ないぽよー、違うか。はい、ということで、歌の誕生日のガシャ、ちょっと夜中なんであんまり声を張り上げることができないんですけども、僕の10連の結果はこんな感じです。多分今40連、まあチケットを合わせなくて40連分ぐらいは SSR が多分出てないはずです。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回実況動画でお会いしましょう。